はい、皆さんこんにちは。昨日に引き続き、本日も悪魔城ドラキュラ X セレクション月下の野草局、はい、昨日の続きやっていきたいと思います。昨日はね、3度目の正直でやっと一番最初のボスを倒せたということで、はい、次のエリアに行くんかな。はい、ちょっと次のエリアをいろいろちょっと偵察がてら探索していきたいと思います。こっから行けるはずなんですよ。おら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 。あ、布の服、これは嬉しい。何にも装備してないから、多分革の胸当てあんじゃん。しまった、装備してくれよかった。えい。あれ、この武器は昨日あとすぐ取ったんですけど、リーチは全然ないけど連打力が相当強い。おい、リーチはマジでないけど、こっちでいいかな。とりあえずこっちで。おりゃおりゃ。じゃあバックダッシュならできるということで、機能気がついた。行ってみようか。おりゃ。なんとなく斧の方がいい。こうじゃん。あ、これ行き止まりか。ということは扉の向こうだな。あ、ちょうど。お、新エリア。大理石の効果。はい。めちゃくちゃ連射力が高い。表の敵には精髄が強い。痛い。痛い。はい。これはまたなんかいる。あいだ。ほい。こいつら回復お願い。違う、こっちかな。なんかある。魂のオーブってなんだ。敵になるほど、これいいな。お、やった、レベルアップ。そろそろセーブポイント欲しいんですけど、全回復してない状態でボス戦とかやばい気がする。この鎧が落ちた。なんかこれさすが清水。超連続技だ。ブーメランっぽい。うだ。ハートが出まくるから使っても結構いいかも。あれエリア変わる？マジか。あ、なんか行ったことあるエリアだ。何これ。うわどうしよう。行ったことあるエリアだから。でもセーブポイントだ。うん、セーブしときたい。よし、いい感じだぞ。ここで一回セーブしとって戻って行ってない場所に行こう。セーブしました。ダメージが見えるってのはちょっといいな。なんかアクション RPG っぽくなってきた。とりあえず戻ろう。レベルアップ。なんかでかいやつは経験値が多いっぽい。経験値がいくらなのかわかんない。あ、間違えた。やっぱりな。絶対清水の方がいい。ここでまたか。ああ、さっきのちっちゃい幽霊軍団。無視してもいいよこいつは。いって確かでかいやついるな。まだ戻らないといけない。この上のこれなんか体当たりしかしなくない。14が最高か。この上か。おおめが攻撃してくれたもん。あ、セーブポイントだ。まあ、セーブしとこう。回復もできるしね。セーブしました。よし、ここ登れる。ぶっちゃけセーブしてやるからボスが来ても安心だぞ。お、待ちなさい。お、マリアちゃん。あなた闇の力を持ってるわね。持ってます。見たところ人間のようだけど、この城に来た目的は何？この城を消すことだ。私と同じね。その言葉、信じてあげるわ。血のボンドの時の比べたらすげえ大きくなったな。アルカードだ。不愛想なのね。まあいいわ。生きてたらまた会いましょう。それじゃ、失礼。バイバーイ。あ、なんか開いた。無理だ。はい。ちこまかちこまか。1になった。時計いらん、時計いらん。しまう今日この頃なんかがある。魔法なんか取った。あ、痛い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 。下だな。これでなんどうやって開けるのかな、覚えてないわ。お、さすが清水。すげえ清水様様や。よっしゃ、レベルアップ。清水1回でいいな、こいつ。清水1回と攻撃でいいわ。えっ、何、巨大系の敵はやっぱなんとなく嫌だな。叩いた。開け。あ、開かんかった。いいか。斧はいらん。またエリアチェンジか。ってない場所はでもあ、上か。まあ行ってみるか。ああ、思い出した。ここ知ってるわ。思い出した。この上になんかアイテムがあった記憶がある。分かんなかった。とりあえず進んでみましょうよ。お、セーブポイントじゃない。やっぱりな。よし。ボン。もうちょっとだけやろうかな。とりあえずセーブしたし偵察だ。おボスか。はい、おお痛い。お、どうした。思ったら違う。オラ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 。手は近づく、手は近づく。よし。どうした。お、アイテム。あ、ライフがアップか。あ、これは嬉しい。あ、剣がある。グラディウス。これは嬉しい。おっ、普通の剣だ。よし、じゃあとりあえずセーブポイントに戻ろう。せっかくボス倒せたし。でもハートだけはしっかり回収。はい、今回は、なんかアルカードのドッペルゲンガー倒せたし、まあ、グラディウスも手に入れられたんで、はい、今回はここで終わりたいと思います。まあ、1回のこう動画でボス1回まあ戦えたのはありがたいですね。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日、はい、やっていこうかな。